8月24日から9月6日までの美幌町は怒涛のプロレス 2WEEKS! まずは8月24日は全日本プロレス2019サマーエクスプロージョンチャリティー美幌大会。注目はメインイベント、美幌町初となるアジアタッグ選手権試合。チャンピオンはジェイク・リー岩本浩二組、対するは全日本プロレスジュニアタッグバトルオブグローリー優勝チーム佐藤光、岡田雄介組。メインのカードがとてつもなく熱くなるでしょう。その他のアンダーカードもとってもとっても魅力的です。さあ皆さん、改装された美幌町スポーツセンターで熱く熱く盛り上がりましょう。